佇む集団もうずいぶん昔の話消防学校に入学して半年って頃うちの県の消防学校は川辺にあって台風の時はよくあふれたりした今でこそ水門も完成して人通りの多い道に面してるけどその頃は空いた土地をたまたま使ったみたいなすごい偏僻な場所で夜には街灯なんかほとんどない場所だった 水難事故もかなり多かったらしくて、ここは危ないみたいな絵の看板が何十と立ってる、不気味なところだった。消防学校って完全寄宿舎制で、基本的には寮生活なんだけど、夏休みはみんな大体帰省する。でも、幾人かは訓練したいとか面倒だって理由で寮に残ってて、自分もその一人だった。8月も半ばの暑いい夜に寮に寮はクーラーラななんかないから 外で涼むんだけど、訓練棟やら車庫やらに、川の音が響いて不気味だった。で、残った寮生同士で、懸垂勝負だ、ロープ登り勝負だ、手馬鹿なことを、夜中の2時3時の涼しくなる時分までやってたら、学校の門の前を明かりが通っていく。最初はちらほらだったんだけど、気にしてから眺めてると、10か20は通ってた。この辺には川しかないけれど、夏休みだし、 高校生が自転車でうろついてるんだろう、くらいに思ってた。でも、ちょうど、その日は、台風が通過した後で、川が荒れてたから。なあ、水防団の集まりでもあるんじゃねえかって話になって、当時は、自分も無駄に熱血なのが消防士の卵だったから。なんか手伝いでも行こうぜ。ってことになった。門を出ると、 学校の塀がずっと続いてて塀が途切れたところが川辺へ降りる道って感じだった明かりの行った先は川に降りる道しかないからと訓練服ジャージみたいのに着替えて走って行ったんだけど明かりは見えてこない川辺まで降りてみるかと伸びた草かき分けて降りて行ったら20か30人の子供が対岸の川辺でぼーっと立ってるのみんな白いシャツに短パン坊主みたいな格好で 中には手に網持ってたり。で、4人か5人の俺たちを気にすることもなく、ぼーっと立ってる。時間は、3時とっくに回ってて、子供がいるわけないし、どう見ても、普通の子供じゃなかった。お前ら、遅いから帰れ。って一人が叫んでみたんだけど、誰もこっち見ない。これはおかしいってことですぐに向こう側に渡ろうとするんだけど、橋がない。こっから、 四五百メートル先に、橋あったよな。って言って、急いで対岸に行ったときには、もう、誰もいなくて、さざざざ、って、川の音が反響してるだけだった。さすがに怖くなって、帰り道は、誰も何も言わなかったんだけど、消防学校の門の明かりが見えたときに、一人が、ぼそって。なあ、今日って八月の何日だ十二日だろう。 日付変わったから13日だ。じゃ、旧盆じゃないか。その後は恐ろしくて、食堂で、男5人、念仏のようなものを唱えて、朝まで過ごしていました。8月13日、月遅れの盆入り。ちょうど、そんな日に、川辺に立っていたたくさんの子供たち。今でも、あの正気のない顔は頭から離れません。朝になってやってきた教官に、そのことを話したところ、 ああ、お前らも見たのかと笑ってからこう付け加えました。あの子供の数増やしたくなきゃ、水難救助、訓練、ちゃんとやっておけよと。今やコンクリートで護岸された川岸で、明るいあの場所に今も彼らが立っているかはわかりません。ですが、時々、消防学校に教えに行くときはこの話をしてみせます。今思えば、消防学校の学生だからこそ彼らが見えたのかもしれません。